まあ今年でプロのねミュージシャンとして、まあ、22年目に入って、で幸せなことに一度は、まあ、ある程度世の中のブレイクってやつもしたしね。ただ音楽的に自分が本当にやりたいことはね、このプロディガルサンズ結成するまでやっぱ一度もできなかった。かといって別に不満があったわけでない。まあ、だけど一番自分がやりたい音楽ってなかなかできず、で一度事業を脱退した後も、まあ世の中のその時の時代のになんかあったような音楽とかもやったし、非常にいい経験になったんだけども、例えば60までやれたとしてもあと13年、そしたらもう時間がないなと思ったのよ。それで絶対自分のやりたい音楽をやっぱやりたい、っていうので、もちろん時期と並行して、当初はあのボーカルの森重とのユニットだったんで時期と並行して始まったんだけども、2007年いっぱいで時期が活動休止になったのを機会に、今までサポートでやってもらってたあのメンバーに新メンバーとして入ってもらって5人編成のバンドで、まあ再スタートというよりは、メンバーが増えていったっていう感じですね。伝統的なロックンロールっていうのかな。だからまあブリティッシュビートとかとも言うのかもしれないですけど、だからまあ具体的に言うとジョン・メオール、ブルース・ブレイカーズだったり、ヤードバーズだったり、ローリング・ストーンズだったり、まあ一連のそういうで、アメリカでももちろん例えばアメリカ南部のレーナード・スキュラーだったり、リトル・フィートだったり、やっぱそういうものがすごい好きだったから、それをなんとかやりたいって思いましたね。いやでも年齢的にあれじゃないですかとかってよく聞かれるんだけども、たまたまロックを教えてくれた人が中学2年の時に家庭教師がついてて、週に3日習ってて、1日はその人の下宿に行くっていう時があって、ただ勉強なんかもしないでね、でそういう当時でいうとこの LP をいろいろ聞いて、これ聞け、これ聞いてみろ、これ聞いて、全然よく分かってないんだけど、あ、なんとなくかっこいいなというのがあって、ギターは何なのか分かんないんだけど、なんかまあボロボロのギターがあって、それでその家庭教師がジャンピングジャックラッシュのイントロを弾いたの。その時にうわかっこいい、ちょっとそれ教えて教えて教えてっつって、それで一番最初に弾いたのがそれ。しかも当時でもいい加減でね、あれは実はオープン G で弾くんだけども6弦でね、普通にこうやってでこうやってやってて、まずそれ一生懸命でレコードと合わせてなんとなく似てるぞと、そういう感じだったですかね。最初にバンドを友達と組んだ時、同じ学校の他の人たちはみんなバンヘイレンをコピーしてましたね。でみんな早弾きビラビラやってて、そこで俺たちはマイジェネレーションとかね、ペインテッドブラックとかああいうのやってましたよね確か。もっと言えばギターソロプレイっていうものにほとんど惹かれなかったっていうのが、だからストーンズしかり、その長々としたギターソロなんて入ってないし、サンド抜きのこれを歪ました音でやるハードロッカー、あと普通の例えばリフでもこういう風にやる人が多かった。だけどこうじゃない、俺がやりたかった伝統的ロックンロールってのはこういうリズムでこのグルーブで跳ねてるんですよ。8ビートなんだけど跳ねてる。だからこういうのをもう部屋でね、高校も行かずずっとコピーしてましたね。だから Get Yours Out っていうストーンズのアルバムがあって、それのリトルクイニーっていうチャックベリーのカバーやってるんですけどね、このイントロから始まるわけですよ。でこういうのをひたすらコピーして、かっこいいなこのカッティングのって、その後に入ってくるこういうのはまあコピーしましたけど、これどうでもいいんですよ。メインはこれだからって、これがだって曲を
グルーヴを作ってるからっていう、うん、そういうやっぱ捉え方でしたよね。うん、全くの、発表した通りの、当時発表した通りの1年、もう1年以上前ですね、完全な無期限活動休止なんで、もう全く俺らも全く分かんないです、だから未来永劫やんないかもしんないし、何年後かにやるかもしれないですね。ちょっとこれはもう全く自分たちも全く、うん、基本話しないですから、そういうことをメンバーとかと。なんで全くあれですね。だからまあ当分っていうか、まあこのプロディガルサウンズをずっとやっていくつもりでいますね。一応5人編成のフルバンドになっては初めてのアルバムっていうのが、7月3日に出ます。それで一応初回版と通常版と分かれてまして、初回版の方にはプロモーションビデオとかインタビューとか、あとまあいろんなメイキングとか、うん、そういうのも入ってます。ツアーがその後なんですけど、9日から、関西方面、ん、いや違うわ、名古屋スタートかな、名古屋からスタートで、回りまして、で東京は確か7月の24です。やっぱアルバムの流れなんですけど、やるって感じですかね。よく言うんですけど、音楽って決して競争じゃないんで、上手い人、上手くない人、上手くない人が上手い人よりも劣ってるわけでもなんでもないし、上手い人が上手くない人よりも優れてるわけでもなんでもないんですよ。勝敗はないですし、スポーツでもなんでもないんで。だから要はその人が聞いたりやったらしていかに気持ちいいか、それが一番俺は大事かなと思います。だから本当に皆さん、あ、こういうギターが弾きたい、こういうギターでこういう音楽やりたいとかっていうのをこう、みんなもっとこう自由にこう、なんていうかね、決めないでやると、実は俺は日本の音楽っていうのはもっともっと発展するんじゃないかなと思ってる次第でありますよ。はい。